はい、フォールアウト76続きやっていきたいと思います。本日3月4日ですね。よろしくお願いします。ユーティリティいただいていきましょう。無料のランチボックス、はい、ほいじゃあ始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日はルイスバーグ駅からやっていきます。ベッドで寝っ転んでデイリーの方を確認していきましょう。はい、そんな感じで作業台で代役を作成する、ネジを含むジャンク解体する、イベントを完了する、ガルパーをカメラで撮影する、ハニービーストを倒す1、ロックピックをする1、昆虫を倒す5ということです。あとピット、あと1回やっております。まずはガルパーラグーン来ました。撮影するだけだからな、一瞬で終わりそうだけど、まあ片付けちゃいましょう。まあ別に死体が残ってればね、撮影したことにはなるんで。はい、ガルパーをカメラで撮影する達成です。はい、いつも恒例のハニービーストポイントに来ました。ハニービーストを倒す1達成です。昆虫を倒す5達成です。はい、作業台で弾薬を作成する50達成です。はい、ロックピックをすぐ1達成です。はい、イベントを完了する達成です。はい、ピットの方ね、終わらしました。はい、これで、ウィークリーもすべて終了、ギリギリだったね。はい、お疲れ様でした。戻りたいと思います。はい、そんな感じで、デイリーすべて終了と、ウィークリーの方もね、1日と22時間残しながらね、終わることができました。そんな感じで、今回パートはこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。